何？殺し損ねただと？君らしくない失態だな。申し訳ありません。さすがの君でも情で手元が狂ったというのか。まあいい、木戸とかいうチンピラが一人生きていたとこで大した問題じゃない。上野清和会も桐生一馬が潰してくれた。だが問題は金の方だよ。金？そうだ。こうしてファイルは無事取り戻した。だがどうして君はあの現場から1000億を持ち帰らなかったんだ。やろうと思えば持ち帰れたはずだ。警察の手を使えばすぐに押収できた。だが君はそれをしなかった。副総監のご指示にありませんでしたので。困るんだよそれじゃ。いいか、君はこれから私と手を組んで裏社会を取り仕切る人間なんだ。そんな人間が出生不明の1000億という金を目の前に手ぶらで帰ってくるようでは話にならん。もっと機転を聞かせてくれ。理想のためにはまだまだ金がかかるんだ。それぐらい君も分かっているだろう。はい、分かればいい。それで今その現金はどこにあるんだ。桐生一馬、それにその協力者のもとにあると。そっか。1000億は君に責任を持って奪ってきてもらうよ。どうやって？取引するんだ。人間誰しも弱みというものはあるものだ。沖縄に行ってこの子供たちを連れてきなさい。そうすればあの桐生という男は取引に応じるはずだ。返事がないよ新井君。まさか私の命令が聞けないわけではあるまい。はい。万が一拘束に手間取るようならこの銃を使いなさい。これならば足がつくことはない。いいね。副総監。ん？君、もうこれ以上あなたの指示には従えません。新井、私にも極道として、いや警察官としての信念がありますから。
おじさん。はるかか。おじさん。浜崎。つい。お医者。いや、そうか。いや。ん？は、は、また、す、浜崎、警察、おじさんとさ、わかった。うん。それで、朝が、ああ。大丈夫。もうすぐ、うん。それじゃあ、西島、復讐ならせえへん。俺には警察の不正とかそんなんはどうでもいいからな。はるかから電話があった。さっき浜崎が息を引き取ったそうだ。なんやと？浜崎はな、沖縄で俺と安子さんを守ろうとした時傷を負ってたらしい。今朝まで懸命な治療をしていたが、最後は眠るように言ったそうだ。お前に遥かから伝言だ。浜崎は死の間際こう言ったらしい。警察から登場会を守ってくれと。登場会は俺たちの生きた証だ。どうな。兄弟。40年も生きて、やっと分かった。俺もあんたも、自分に正直に生きてはならない人間なんだ。常に人から何かを託され、常に何かを守らなきゃならない。俺はこの数年、そんな自分の運命に抗ってきた。だがもうそろそろ抗うのをやめようと思う。飛竜、やるしかねえんだよ。俺たちはいろんな人間の夢を叶えるためにな。そうだ。俺らはまだやらなきゃならないことがあるんだ。ボス猿は猿山にいてこそふさわしい。ここにいる全員、まだやり残してることがあるんじゃないですかね。それまでは各自自由時間ってことで。
え、こういうのやめません？ちょっと古臭いし。いいからいいから、こういうの大事なんだって。さあ手出して。わかりましたよ。あ、沢島さん。軽い感じで話しちゃいましたけど、一歩間違えば普通に死ぬかもしれない賭けだ。覚悟はできてますね。Let's go.
またどうぞ。いらっしゃいませ。どうも。いらっしゃいませ。どうも。
ございました。いらっしゃいませ。ありがとう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 ございました。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。どうも。いらっしゃいませ。どうも。ちょっと遅れそうだな。
そうだ。勘弁してくれよ。おい。いや。え？あの。ええ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
you